カンドインパクト。それは1997年の冬、この世の断りを超えた新たな戦士スーメタルの誕生であった。メタルレジスタンスの使命を背負い、自らの命と引き換えに戦いに挑んだ伝説のイチゴの夜。2013年、幾多の祭典でメタルレジスタンスを遂行し、次々とレジェンドを生み出したスーメタルは、新たな女神の誕生を前に聖なる母のもとへと帰ったが、聖なる母は